ジュリオ・ミリアッチョは、イタリア・カンパニア州ナポリ県、ムニャーノ・ディ・ナーポリ出身の元サッカー選手。ポジションは MF。豊富な運動量を武器とする守備的ミッドフィールダー。必要に応じて、センターバックとしてもプレーすることができる。地元のクラブ、サボイアの下部組織で育ち、1998年デビュー。プロデビュー時は、ストライカーとしてプレーしていた。サボイアは、 翌年セリエ B に昇格したが、ミリアッチョは、セミプロのプテオラーナに期限付き移籍した。プテオラーナでは、主力として、セリエ D 優勝に貢献し、イタリアのユース代表にも招集された。充実のシーズンを過ごしたミリアッチョは3部へ降格した、クラブに主力として戻ってきたが、開幕戦に出場したのみで、セリエ A のバーリに、移籍、20歳で、トップリーグでプレーするチャンスを得た。 しかしバーリでは全く試合に出ることができず、1シーズンで4部のジュリアーノへ放出されてしまった。ジュリアーノではすぐさま主力に定着し、2部テルナーナでのプレーを経て2005年1月にアタランタに移籍。5年越しのセリエ A デビューを果たし、主力に定着した。しかしクラブは降格。セリエ B での新シーズン、ミリアッチョは新人のステファノ・コラントゥーの監督の下で成長し、 セリエ B 優勝の原動力となった。再びセリエ A に挑んだ2006から07シーズンも主軸としてアタランタの8位に貢献。シーズン後にコラントゥオーノと共にパレルモ2席。遺跡金500万ユーロ。パレルモのレジェンドエウジェニオ・コーリーニの代役として期待されたミリアッチョだったが、ミリアッチョとコリーニはタイプの違う選手であり、パレルモはコリーに不在が響いて低迷。 コラントオーノは11月に解任された。しかし、ミリアッチョ自身は、そのプレイヤー、キャプテンシーを評価され、その後も、主力として、チームを牽引した。2012年夏に5年過ごしたパレルムを去り、買い取りオプション付きの期限付き遺跡で、フィオレンティーナに加入。2013年夏、フルスアタランタイ7シーズンぶりに復帰した。 2017年5月29日、シーズン終了後に引退することを表明した。ありがとうございます。